皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習中3数学、今回は有理数無理数と循環小数、これについて説明します。確認しておきますと、分数で表せる数、これを有理数と言いましたね。そして分数で表せない数、これを無理数と言いましたね。で、ここに数字がこう四角の中に入っています。これを有理数と無理数に分けてみたいと思います。まずルート36、これ2乗して36になる正の数、6のことですから、これは整数、有理数ですね。ルート36は有理数の仲間です。次 π ですね。 π は無理数でした。0は整数ですね。整数は有理数でしたね。次はマイナス5、負の整数ですから、これも有理数です。ルート3、これは分数で表すことはできませんね。ですからこちら無理数の仲間ですね。9分の5、もう分数そのままですから当然有理数ですね。次がマイナスルート7、これも分数で表すことはできません。ですからマイナスルート7、これはこちらですね。11、これは整数ですから有理数です。ルート0.04、2乗して0.04になる正の数、これは 0.2 のことですね。 0.2 は10分の2、約分すると5分の1と分数になるので、これは有理数ですね。ルート0.04となります。で、ルート13、これは無理数ね、こうなりますね。さあ最後の2分の1、これ分数ですから当然有理数、こういうふうになりました。次です。今回のメイン、循環小数の表し方。割り切れないである数がずっと続いていくというね、こういう、小数のこと、循環小数と言いましたね。で、11分の3、これを小数に直すときには3割る11をやりますね。これは 0.272727 ずっと27が続いていくんですよ。こういう時にはこんなふうに表します。 0.27、 これ2と7がずっと続いていくので、続いていく2と7のでこのように点を打ちます。こう書くとこれ 0.272727 というふうにずっと後ろに続いていきますという意味になります。丸2です。3分の1、これを小数に直すと1÷3で 0.33333…… とずっとこうやって差がついていきます。この場合は 0.33 の上に点を打つと、この後ろずっと33333とね、0.33333333と続いていくという意味を表します。では丸3、7分の4です。これは4割る7をやると0.57142857142857…1428って続いていくんですよ。で、ここから5から8までがずっと繰り返し続いていくんですね。この後ろ571428571428572828というこうやって続いていくんです。この場合は 0.571428
8と書いて、ここから5から8までがずっと続きますよと。5の上に黒丸、8の上にこの点をつけると0.5714285714285714428、これが続いていくという意味になります。このようにこの小数の続いていく数の上に点を打つと、その数がずっと続いていくと、ね、繰り返し続いていく最初の部分と一番最後の部分にこのように点を打つと、これだったら5714285714428と続いていくと。今日はこのことをここで覚えてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでください。ではまたお会いしましょう。さようなら。